皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日はキャスターを務めます小野寺まさるでございます。よろしくお願いします。ということで久々のですねスタジオというイメージでございまして、1ヶ月ぶりぐらいですかね、かなり久しぶりに、そのスタジオに来たという雰囲気自分の中ではあるんですけれども、このようにね花も飾られてもう少しで春が来るんだなというような雰囲気で、後ろは冬ですけれども、実は今日は2月の17日ということで金曜日でですね、実は私とんでもないですねミッションを終えてきたということで、今日はですね小野寺勝といえば中国の土地買収、小野寺勝といえばあともう一つアイヌ問題ということで、今日はですねアイヌ問題ウポポイ、ここにですねミッションとしていろいろ調査に行ってきたということで、ですね簡単にウポポイを楽しむには楽しめないんですよ、楽しめないんですけれども、逆にこんな無駄なものに、こんなおかしなものに、こんな巨額の税金が使われているのかと、200億円立てるということにお金を使い、さらに維持管理費でですね毎年40億円弱のお金が使われているというウポポイはどれだけ繁盛してどれだけ素晴らしい展示に変わっているのかというものを見るということが非常に重要だということでですね、今日はウポポイの楽しみ方プラスですね実際に今日ウポポイに行ってきたので、どのような状況になってしまっているのか、あまりにですね問題が多くて今日は時間全てを語れないんですけれども、ちょっと驚いた点をですね 2,3 点皆さんに見せたいというふうに思いますので、まずはウポポイの見方、まだウポポイに行ってない方、もう一度ウポポイに行こう、2回目ウポポイに行こう、3回目ウポポイに行こうと、今までとはですね違った視点でこのように見ていただきたいということで、まず1点目この視点を持っていただきたいと思います。まずはアイヌの簡単な歴史というものがちゃんと簡単ですよ、本当は複雑な歴史、詳しい歴史を、アイヌの国立の民族博物館なので出していなければならないんですが、それでも私はハードルを下げてですね、簡単なアイヌがどういう生活を送って、どういう文化を長い間築いて、どのように北海道を統治していたのかというのをですね、年表でブワーッと見せるということがアイヌの歴史を発信するということになっているので、皆さんのポイントとしては簡単なアイヌのその歴史年表というものすらもあるのかないのかという視点をですね見て、いただきたいという、持っていただきたいというふうに思うんですが、実際にですね行ってみて今日、やっぱり何も変わっていないなと私は思っていたので、これ以上言うとですねネタバレになってしまいますので、行った方は本当にアイヌの歴史がしっかりと表示をされているのかという点を見ていただきたいというふうに思います。2点目はこれです。アイヌは先住民族だったのかということで、アイヌが先住民族であるということをしっかりと情報として出しているのかという点をですね見ていただきたいというふうに思います。つまりアイヌが先住民族だったとわかる歴史や展示物はしっかりと展示をされているのかということでですよ、今のですね日本の教科書は何やら北海道は明治時代に初めて日本になったと、江戸時代は日本ではなかったアイヌの北海道だったんだというような主張がまかり通るような世の中になってますが、それじゃあそれを証明するものがウポポイにあるのかないのか、アイヌというものは本当にずっと昔から北海道を支配していたのか、そういう資料はあるのかということをですね、ぜひ皆さんにしっかりとウポポイに行って見てもらいたいというふうに思います。3点目はこれです。アイヌ文化っていうのは何かというものですね、しっかりと考える場にしていただきたいというふうに思います。例えばですね展示品、この展示品って例えばアイヌの着物というものが飾られていますが、
制作年月日はいつなのかということを見ていただきたいと思います。アイヌ文化がですね、昔からしっかりとあるとしたら、明治時代の江戸時代の服があったっておかしくありません。それは国立アイヌ民族博物館なのですから、そういうものがあって、このように例えば着るものも変化していっただとか、このようなバリエーションがあった等々の展示があって当然なんですが、多分ですね、皆さん制作年度を見たら驚くと思いますので、これ以上は言いませんが、しっかりと制作年月日を見ていただきたいというふうに思います。同時にですね、アイヌと関係のない展示品というものもたくさんあります。なんでこれがアイヌ文化なのだと、でしっかりとですね、それについての説明もなく、アイヌがこれを作ったかのようなですね、展示があると、まあ、ヒントを言いますけれども、アイヌというのは金属を加工するという技術がないと、そもそも鉄をどうにかするだとか釘を作る等々の技術もない中で、何やら金属製のものですとか、あとは丸いですね、そのまあ玉みたいなものを作るという技術もないのに、そういうネックレスが飾られているだとか、いろいろ不思議なものがたくさんあります。そういう技術は全くない民族がそのようなものを持っていたのはなぜか、なぜそんなものが展示をされているのかということを見てもらいたいというふうに思いますし、一つこれを見ていただきたいんですが、これは僕は何回もですね、いろいろな番組で言ってるんですが、熊の木彫りです。この熊の木彫りについては言いますが、アイヌとは縁もゆかりもないです。これは和人がお土産として北海道で販売した方がいいのではないか、ヨーロッパではこういうお土産が流行ってるよという話をもとに、和人がこのお土産作りとして作ったものであって、それがアイヌが何やら木彫りの熊を作るみたいな話で、木彫りの熊イコールアイヌみたいな話になってますが、そもそもこれが間違いなんですが、例えばこの熊の木彫りが展示されている、これもおかしいということで、そういう目線でいろいろ見ていただきたいと思います。そしてこの熊の木彫りがアイヌとは関係ないんだとしたら、お土産屋さんにこれが売ってるはずがないんですが、どれぐらいの熊の木彫りがお土産屋さんにあるのか、いくらで売られているのか、本当に素晴らしい木彫りなのか等々ですね、見ていただきたいところは目白押しです。あとアイヌ文化といえばアイヌ料理というものがなぜかですね、今いろいろ作られていますけれども、そのアイヌ料理、いろいろなレストランで出されているアイヌ料理は本当のアイヌ料理なのかという視点でですね、何やらアイヌとは縁もゆかりもないような料理がですね、たくさんアイヌ料理として、まあ、展示をされているということで、販売されているということで、これもしっかり見ていただきたいと。あとはですね、エレベーターですとかエスカレーターですとか、いろいろなコインロッカー等々、全部アイヌ語表記になっていますが、なんでそんな言葉がアイヌにあるんだと。普通ですね、我々がエレベーターっていうのは外国のエレベーターというものも、我々がエレベーターと言ってるだけのものをですね、箱が上下するみたいなわけのわからないですね、勝手に自分たちがエレベーターというようなアイヌ語を使って全部の表示を、アイヌ文化アイヌ語を破壊するという形でですね、消火栓だとかいろいろなところに全部アイヌ語が使われているということで、それも見ていただきたい。なんでこんな変なことになっているかというと、アイヌ語がウポポイでは公用語だからです。文字のない言葉が公用語になっているということは、まあ不思議でしょうがないんですが、そのようなですね、おかしいところが目白押しなので、いろいろ皆さん見ていただきたいというふうに思います。アイヌ文化っていうのは本当に何なんだということを見ていただきたいと。次にはこれです。和人が悪でアイヌはかわいそうだと、文化を奪われた、土地を奪われた等々の話がいろいろなところでされますが、本当にそうなのか、そうではないという知識でですね、見に行っていただきたいというふうに思います。多くの文献でアイヌは本当に虐げられたというような記録よりも、保護をされたかわいそうな
人たちなので、多くの悪者から騙されたり、土地を奪い取られたり、金銭を取られたりということをされているので、しっかりとこれを守らなければいけない、さらに教育もしっかりしなければならないというようなことで、アイヌを保護してきたと。文化を奪ったという歴史もないのに、なぜかそういうアイヌ対和人という対立構造にして、そして和人が悪いんだと、アイヌが正しいんだというようなプロパガンダ的ないろいろな解説があるので、そこもしっかりと見ていただきたいと。いろいろな展示にそういうことがありますので、本当にそうなのかなという目線で見ていただきたいというふうに思います。最後はこれです。ウポポイで何を学べたのかということを、ウポポイから出た後にもう一度考え直してもらいたいというふうに思います。実はですね、この視点を持ってウポポイに入っていろいろなものを見た後に外に出たらですね、なんかおかしいぞと絶対に感じるはずです。その感じたことをですね、ぜひインターネットでいろいろ調べて、ウポポイで展示されている内容が本当の内容なのかどうなのかということをですね、ぜひご自身の目で、そしてご自身が情報をいろいろ探しながら、このウポポイの情報が本当に正しかったのかどうなのかということをですね、もう一度外に出てから考え直して、ウポポイで実際に何を学べたんだろうかということをですね、もう一度振り返っていただきたい。そしたらですね、こんな無駄なものにこんなお金を使っているのかというような、多分ですね、怒りに変わってくるというふうに思いますので、そういう視点でウポポイを見に行くというのはですね、非常に僕は意味があるというふうに思ってます。アイヌ文化を学ぼうですとか、アイヌの歴史を知ろうと言ってですね、ウポポイに行っても何の勉強にもなりませんけれども、逆にそういう視点で見るとこんなことがまかり通るのかというような、そういう視点になりますので、ぜひこれを実行していただきたいということで、最後になりますけれども、私本日ウポポイに行ってまいりました。でですね、多くの方たちと行ってですね、いろいろ意見を交換しながら、その人たちも僕も事前にこういうレクチャーをですね、その方たちにして、そしてウポポイに行ったのですけれども、レクチャーを受けといてよかったと、いろいろな目線で見るとおかしいということが分かったし、ということで、何やらウポポイはウソポイと言われているけど、なんでウソポイと言われているのか分かんなかった。ただ実物を見て、そして解説を聞いて、なるほどなというふうに思った等々ですね、本当にいろんな方とですね、意見交換だとか説明をして、大盛り上がりに盛り上がったということで、まあ盛り上がってる写真今ここに出ておりますけれども、このようにですね、本当に多くの方たちとこういう施設についてしっかりと僕としてももう一度見直せたというのは非常に大きな意味がありましたけれども、やはりですね、ウポポイに今回行ってちょっと驚いたことがいくつかありました。これは時間の関係上全ては皆さんにお示しはできないんですけれども、例えばですね、僕特別展示ゴールデンカムイやってんだろうなと思ったらですね、ゴールデンカムイが終わってました。終わってたんですが、違う展示がされていました。これですね、アイヌと何の関係があるんだろうと、ちょっと意味が分かんないぞという展示をされてましたので、ちょっとその展示、こういうものがされていましたよ。これご覧ください。これですね、特別展示室の風景なんですけれども、僕お化けのマール、夜空に広がる星たちも、ゆりかごで聞くコウモリの歌も、それらは全部素敵な言葉、お化けのマールが案内するよ。つまりですね、アイヌと全く関係ないですね、お化けの展示をしてました。これですね、本当にびっくりすると。国立アイヌ民族博物館の特別展示がお化けのマールですよ。これですね、もう衝撃を受けたんですが、さらにですね、驚くのはこれです。これ今見てもらっておりますけれども、実は
僕はですね、そのいろいろ展示、そのアイヌの文化を紹介するというフィルムですとか、いろいろなものを僕先ほど言ったですね、一緒に行った方たちは見てる中で、僕は何回も見てるので、あ、これは見たことありますのでって外に出ていろいろ撮影をしようと思ったんですけれども、このようにですよ、誰もいないんです。働いてる人たちの方が多い。建物の中にも全然人がいませんし、外ぐるっと回してもですね、誰もいないんですよ。ここに年間40億円の維持管理を使って200億円を使った施設が、こんなことだと赤字でしょうがないと。裏にもどれだけの職員がいるのかわからない中でですよ、これ普通の遊園地だったらあっという間に倒産してしまうような、そういう状況でですね、まさにゴーストタウン、誰もいない。これ実は行った後に札幌に帰ってきたんですが、まあ、観光客が死ぬほどいるんです。これ観光客がですね、札幌には集まっていて、さらに今のタイミングは雪祭りが終わってます。札幌の雪祭りが終わってるのに、北海道にこれだけの観光客がいて、札幌にこれだけの人がいたのに、ウポポイにはいないんですよ。これも本当にですね、ウポポイとんでもないことになってるなと。さらにですね、お土産の値段がですね、とんでもなく跳ね上がってるということで、例えばこれです。このアイヌの帽子ですけれども、19万8000円になってます。さらにこれドン、これアイヌの刀をかける帯のようなものなんですけれども、一つは14万3000円、もう一つは16万5000円となってます。さらにこれですドン、この手袋6万6000円ということですね。めちゃくちゃお土産の金額が跳ね上がっているということでですよ、もうここでですね、知らないわけのわからない、まあ、外国人がお土産を買ってしまっているんだとしたら、とんでもない状況になっているんだろうなというふうに感じざるを得ませんでした。行けば行くほど改善するではなく、行けば行くほどとんでもない悲惨な状況になっているということで、まだまだいっぱい問題点がありましたので、これはまた別の機会に話すとしてですね、本当にこのウポポイの見方というのをですね、しっかりと守っていただいて、おかしいところをこのように見つけていただければというふうに思います。今日ウポポイに行ってきた報告を兼ねて、ウポポイの見方の紹介をさせていただきました。最後に皆さんに告知があります。3月の10日なんですけれども、午後1時から午後3時まで、会場が12時30分っていう風になっておりますけれども、カデル27の1階のカデルホール、大きいですね、500人以上入るホールなんですけれども、ここでですね、シンポジウムが行われます。改めて問う
アイヌはなぜ先住民族にこだわるのかということで、日本会議の北海道本部の方たちの、協力を得てですね、このシンポジウムが行われます。私も当然出るんですけれども、なかなか強力な布陣で、まずは的場光明先生、さらに中村恵子さん、そして、川田忠久札幌市議会議員のこの4人でですね、アイヌ問題今後どうなるのか等々ですね、皆さんに分かりやすくシンポジウムで説明をしたいというふうに思っております。今年はですね、アイヌ新法の見直しの時期であったり、あとはヘイトスピーチに関するいろいろな議論が行われる中で、大変な不思議な年になるというふうに私は思っておりますので、まあ、素晴らしいシンポジウムにしたいというふうに思ってますので、ぜひ時間の合う方はこの日にこのシンポジウムに来ていただきたいというふうに思います。ということで、全てのプログラムが終わりました。もしこの番組を見て面白いと思った方は、いいねボタンを押していただきたいというふうに思いますし、チャンネル登録の方もよろしくお願いをいたします。本日はどうもありがとうございました。